ハンス・クランクルはオーストリア出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはフォワード。1970年に SK ラピードウィーンに入団すると左利きのストライカーとして頭角を表し、国内リーグ戦において1973から74シーズンに36得点。1976から77シーズンに32得点。 1977から78シーズンに41得点を挙げて得点王を獲得。1977から78シーズンには欧州の各国リーグ戦の最多得点者に贈られるヨーロッパゴールデン州を受賞した。1978年スペインの FC バルセロナに移籍。この移籍は同年春に対談したヨハンクライフの後継者を 求めていたバルセロナ側のアプローチにより実現したが、1978から79シーズンの UEFA カップウィナーズカップとコパデルレーの優勝に貢献。同シーズンのリーグ戦では18得点を挙げ、得点王となり、ピチーチ賞を受賞した。1981年に SK ラピードウィーンに復帰し、1982から83。 シーズンに4度目の得点王を獲得。UEFA カップウィナーズカップ1984から85では決勝進出に貢献したがイングランドのエバートン FC に敗れた。オーストリア代表としては1973年6月13日に行われたブラジル代表戦でデビュー。1978年にアルゼンチンで開催された 1978FIFA。 ワールドカップでは1次リーグのスペイン代表戦とスウェーデン代表戦でそれぞれ1得点、2次リーグの西ドイツ代表戦では2得点の合計4得点を挙げる活躍を見せた。1982年にスペインで開催された 1982FIFA ワールドカップでは1次リーグのアルジェリア代表戦で1得点を挙げるなど4試合に出場。 1985年4月17日に行われたハンガリー代表戦を最後に代表から退くまで国際 A マッチ69試合に出場し34得点を記録した。1989年に現役引退すると指導者の道へ進み、フ古巣の SK ラピードウィーンをはじめとした国内のクラブやドイツの SC フォルツナケルンの監督を務めた後、あと 2002年3月に、オッドバリッジの後任としてオーストリア、代表監督に就任した。UEFA ユーロ2004予選では、チェコ代表やオランダ代表に抑えられ予選敗退、2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選においても成績が低迷し、イングランド代表やポーランド代表に抑えられ、予選敗退という結果に終わると、2005年9月28日に、監督を辞任した。 2009年3月、ラスック、リンツの監督に就任したが、シーズン最終節終了後の同年5月に辞任した。クランクルは、サッカー選手以外に歌手としても活動し、1985年に発表した、ロンリーボーイという曲は、オーストリアチャートで2位にランクインした。ありがとうございます。